勝手にサブチャンネルウークが編集してるので、あーちゃんがウークの眉毛を剃ってあげます。ウークが要望してきた、あーちゃん眉毛剃って。ちょっとさ、メンテナンス怠ってるんじゃないの。なんで私がさ、なんで私があんたの眉毛のメンテナンスをさ義務付けられてんの。意味わかんないで、自分に剃れよ。マジ意味わかんない。頑張る。でそれで今なんか抜こうとしたらなんか痛い、抜くなんて聞いてないとか言ってなんか切れ始めて。痛い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 。嘘でしょ。痛いの。え、痛い。こんな行く、うん、うるさい。え、こんな行く。早く編集して。ちょサムネ、サムネ、サムネ作っとる。痛い。うーん。え、いつもさ、あのヒーみたいなやつで、ヒーがいい。私最近抜くのにハマっちゃってんの。そっちがいい。自分のやつ抜くのはハマるの分かるよね。その気持ちわかる。パパ頑張って。でもそれを自分、他の人の眉毛抜くのはもうストレス。俺に対してムカついてない、なんか。うん、ムカついてない。あとで取って絆創膏貼ろう。ムカついてない。うん、ウー君がストレス溜まんだったらやめていいよ。やめる？どうする？ストレスとかではないんだよね。もう。何？痛いだけって感じ。根元の方行けばいけない？ねえ。頑張れ。え、ちょっともうぬーじゃなくて。うん。やってほしいんだね、なんか、わかる。あー、た、ね、うん、OK、だちゃんと毛根から抜いてるよ。パパ頑張って。助かる、ありがとね。パパ頑張って。まーちゃんが全然さ、メンテナンスサボるからさ、やるから。ちゃったんだよね。やるって、やるけどさ、あー、うーく痛い痛いうるさいから、じゃあもうそろ。痛い痛い痛い。ねえ、早く編集して、もう早く閉めるよ、閉めるよ。あれ、気持ちいいかい。なんかいい未然にし、眉間にしわ寄せないでね。眉間にいちいちしわ寄せないで。ここにやりづらい。どうすればいいの。まっすぐ、どういう顔してる。どういう顔してる。この顔でいい。ちょ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 。ここが眼球に当たった今。大丈夫、そこは。それは大丈夫。それは大丈夫、別に。ここ眼球に当たった。うん、こう、わかる。うるさい、眉毛一つでカタカタガタガタ。本体で押さないでって言ってるの。ママ。何？怒んなくてもいいから頑張って。わかった、頑張るわ。なんで私がさ、しばゆうの眉毛整ってるか日々気にしてさ。俺は子供二人のみんなの爪の伸び具合だけは気にしてるよ。ポンス帰ってきた時ビヨビヨに伸びてたけどね。ビヨンビヨンに伸びてた。私がすぐ切ったよね。ルーくん、もううるさい。うるさいじゃないよ。見えた。ちょ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 、あ、ちょっと、あ、ちょちょちょ、あ、あ、わっ、あ、ちょ、もう一回、一回、え、一回、一回ちょ、落ち着こう、一回落ち着こう、集中したい、集中したい、一回落ち着こう、あ、すごい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 、ダメ。あ、はぁ、オッケー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 。そう、まさよ、それでいい、そんぐらいでいいよ。そんぐらいでいいよじゃねえんだよ。やってくれてありがとうでしょ。ねえ、こんなにやってくれてありがとうでしょ。もう犬だと思って、俺のことを。トリミングってこと、うん、犬に、やるよって言って、もうなんかだってうるさいじゃん、犬の割になんか抵抗してくるしさ、ガタ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 文句うるさいしさ。わん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 、わん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 。あーちゃんみたいな可愛い嫁が前に切ってくれるさ、人生いいね。ねえねえ、別にみんなのこの世の男は、うん、その眉毛を切ってほしいという願望があるってことね。パパ頑張って。違う、あーちゃん目を開けたら、目を開けたらあーちゃんがいていいね。
目を開けてこうやって眉毛剃ってもらって、開けたらあーちゃんで、いいの、違う、目を開けたらこれしか映らない違うこれだし、あーちゃんに剃ってもらってて、ララ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 ラってなってるんだよ。耳かきもして、耳かきそのうち歯磨きもさせられる、そう、やだ、全部、世話全部やる生活っていう、なんかネタと、やだよ、うん、ストレスがたまる。ママってね、あのね、うん、お化粧とか、うん、編集とか頑張ってんだよ。あー、ありがとう。お化粧と編集頑張ってるよね、ママね、毎日ね頑張って。あれ、これ合ってる間違うとハゲるからな、ちょっと待って、ボサボサ好きだろ、どうなってんだよ。ちょっと皮膚だけはポシャらないように気をつけて。ポシャらない、編集してとはまだいけるっしょギリギリいける、ギリいけるよね、うん、でマジで落ちるんだもん。ねパパ、すごく目に対してこれ食べてパワー出して。ありがとう、うん、うわ、パワーが出るぜ。パキ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 、バーン、ピンキピンキピンキ、バーン、ガッション、ガッション、大丈夫かな。これが結構良くて、長さを均等にしてくれるから。あ、そういうことか、うん、あ、でもすごくない、この体勢、こんなんだっけ、美容師さんとかこうやってやってるっけ、いつも。これ一番やりやすいおかげやば。さあさあさあ、どうなってる、カンカン、あれ、なんかブスいや、ちょっと待って、さあさあさあ、どうなってるって、どうなってるか分からずにあんなジョギジョギ言ってたの薄さだけね、一旦薄さはあんま関係ないから、形整えないといけない、こっから。やっぱ抜くのが一番いいんだよな。うんうんうん、いいんじゃないかな。はい、こっち見て、はい、開けて、普通に開けて、ほら、うまい。え、どう、ありがとうございます。よかったいいじゃん、よくなった、うん、確実に。鼻毛は行く、鼻毛行く、いや、鼻毛は今日はいい、鼻毛はいい。はい、というわけで、しばゆうの眉毛切り。なんであーちゃんがいつもウークの眉毛切ってんだろうね。ありがとうございます。あと、髪の毛、もう伸びてきてるって何、予約しろってこと。パパはね、髪の毛をこのままじゃかっこよくないから、うん、もっとかっこよくしたいんだって。ね、わかるんだ、それって言ってんの。確かに、うん、一回なんかガシャガシャになったじゃん、髪の毛が。あー、うん、そこ、ペイントがついちゃって、あれの低迷期がやっぱりまだずっと続いてるから。確かに、でも、いや、だいぶ伸びてきたね、うん、ほんと、うくんって肌綺麗だよね。何のメンテナンスもいらないよね。脱毛もいらないって感じ。いや、でもヒゲはちょっといらなくなってきたな。じゃあ脱毛しに行こう、今度一緒に。え、でも痛い、痛いでしょ。痛いよ。え、何やる次回、トリミングとして、私がトリマー、飼い主だと考えると、この人のこのヒゲをちょっと剃ってみたくなったので、脱毛を行かせます。光脱毛で、パンパンってやって。で、会いましょう。ワン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 。じゃあねー。